様。やっといらっしゃいましたね。お会いしたかったです。待ちくたびれたんじゃないかですか。いいえ、ちょっぴり寂しい思いはしましたけど。落ち着かなきゃ。せっかく会えたんじゃない。このチャンスを逃してはダメよ。ゲーム、一番優しいものを選んでおきました。何しろ覚えていらっしゃいますか。私たちが初めて傭兵だ。そうですか。さあ、それではゲームを始めましょう。ご説明はお任せあれ。それが私のお仕事ですから。あら？あの人見た？傭兵かな？ま、傭兵にしちゃいい顔してるじゃない。傭兵です。まだひよっこですが。猫探し、配達、警護、どんな依頼でも構いませんよ。あらあら、そういえばこの間イヤリングをなくしたのよね。団長様、私たちがなぜここを訪れたのか覚えていないんですか。最強の傭兵団になるためだったか。そのためにまずは仲間を増やそうって話をしたじゃないですか。おっと、隊長は些細なことは気にすんなって。レディーのお相手はこのカーソン様に任せな。さて、美しいレディー、なくしたものは俺が必ず見つけて差し上げ。ふざけないで。一体何時代から来たの？顔がダメなら口を閉じてればいいのに。どうして俺だけこんな扱いなんだ。俺と隊長のどこが違うって言うんだよ。それはもちろん顔ですかね。はあ？俺の顔が何だってんだよ。この顔ならそこそこイケてるだろうが。怒らないでください。それにそんなうぬぼれてるところも団長とは大違いです。お前ビビりのくせして言いたいことはズバッと言いやがって。それこそがリディアを仲間にした理由さ。さあ、エリーンがまた怒る前に出発しよう。目的地はこの町の酒場だったな。いい仲間との出会いを期待するとしよう。もう、どうか今度こそは常識人の仲間が見つかりますように。
んだ。おお、うん、おお、うん、おお、仲間を集めようとしてここに来たの？いい判断ね。この酒場には全大陸の傭兵が訪れるから。間違いはなかったようだな。ロクサンナさんですよね。有名な情報商人だと伺っています。あら、私のことを知っているだなんて。有能な副官なのね。当然だ。エリンは俺、いや、俺たちの自慢の副官だ。団長様。でもあなたたちは新生傭兵団よね。依頼実績もなく、戦力も未知数。果たしてそんな傭兵団に入ろうとする人はいるかしら。ふっ、これから共に過ごす仲間なら目を合わせただけで本音が伝わるってもんだ。実力なら自信がある。なんなら試してもらってもいい。その自信満々な姿勢気に入ったわ。実のところ傭兵みたいな危険な仕事はやめて私の元で働かないかって誘いたいけど。いいわ。じゃあ一つ依頼を頼むとしましょう。最近商店街を荒らしている泥棒を捕まえる仕事よ。泥棒ですか？危険な人ですか？危険ではないわ。怪我人もいないし、盗むもののほとんどが安物だし。ただのコソ泥じゃないか？その程度簡単だぜ。依頼を解決すればあなたたちに興味を持つ傭兵が出てくるはずよ。どうかしら。機会をくれてありがとう。失望はさせない。さてと、カーソン、リリア、最初の依頼だ。まず泥棒の目的を把握しないとな。商人たちに聞き込みをしてみよう。ははっ、この日を待ち望んでいたぜ。そうね。最近商店街に現れる泥棒について聞きたいんだが。なんだお前は。
イライラさせる顔だな。傭兵だ。泥棒を捕まえに来た。傭兵？この程度のことで傭兵を雇うつもりはないぞ。ここは忘れて他の仕事でも当たったらどうだ。話を聞いてくれるだけでもいいんだが。おい隊長、男同士の会話なら俺に任せてくれ。おいおっさん、俺たちは泥棒を捕まえて実力を証明したいだけなんだよ。お前と他の奴らは確かに新米傭兵の顔をしている。それなら絶対にダメだ。新参者の傭兵なんぞに仕事を頼んだら商店街の顔に泥を塗ることになっちまう。分かったか。そこで突っ立ってると商売の邪魔だからどいてくれ。簡単にはいきませんね。ごめんなさい。私がもう少し頼もしい顔だったら信じてくれたかもしれないのに。厳しいなおっさん。そんな厳しいことばっか言ってると髪の毛が抜けちまうぞ。なんだと？ハゲちまうってことだよ。ったく、うちの親父も怒ってばっかりだったから結局。あの母さん、もうやめた方がいいんじゃないですか。なんだって。俺は間違ったこと言ってねえぞ。今は大丈夫でも後でどうなるかなんてわからんものさ。そうじゃなくて、あの人が。お前は絶対言っちゃならんことを言った。兵だろうが何だろうが、今すぐここでその少年を叩き直してやる。うわ、なんだこのおっさん、いきなり何をしやがる。母さんが何かするといつもこうなります。行くぜ。行きます。あーはあ。はーい、やりました。けっ、思ったより実力がある奴らだな。私、やりました。そうだな。俺も君ならできると思っていた。お役に立てて光栄です。おいエリー、あいつも隊長に惚れちまったんだな。知っています。でもリディアは私たちの傭兵団に進んで入ってくれた大切な仲間ですし。待ってください。あいつもってどういうことですか？ま
まさか隠してるつもりだったのか？隊長のそばにいる時のお前、どんな顔してるか教えてやろうか？ん？俺がどうしたって？油断したね。ダメだ。わあ、本物の髪の毛みたいだね。じゃ、またね。カツラだったのかよ。あの子がロクサンナが言っていたコソドロか。俺のカツラ、いくらしたと思ってるんだ！捕まえに行った方がいいんじゃないですか？逃げる前に動くか。急ごう。分かったってば。あれ？昨日まではここは行き止まりじゃなかったのに。ふん、泥棒猫が逃げたところでそう遠くには行けないだろ。でもとても逃げ足が早かったですね。かなりすばしっこい子でしたよ。物を落としながら逃げていなかったら、そのまま逃がすところだった。追いかけてこられないようにわざとそうしたのに。頭はあんまり良くなさそうだな。母さんにそう言われるなんてかわいそう。おい、どういう意味だよ。しょうがないな。みんな悪いけどそこをどいてもらうよ。そうしないと私の矢が痛いところに刺さっちゃうかもね。雰囲気が変わりました。どうやらただの子供ではなさそうだな。気をつけろ。
行くぜ。はあ、発射。カーソン様のお出ましだ。行くぜ。はあ、私、ご迷惑になってないですよね。捕まっちゃった。途中から入ってきた奴らも全部追っ払った。もう終わりだぜ、おちびちゃん。子供扱いしないでくれる？私はおちびちゃんじゃなくてリジーっていうの。だが泥棒であることには変わりはない。それはそうだけど、仕方がなかったの。旅の途中でお金がなくなっちゃって。でも最初は働こうって思ったの。でも子供だからって誰も仕事をくれなかったの。弓の腕だけは自信があるのに。確かに年の割にはすごい腕前でした。カーソンが困り果てていたくらいですから。ふふん、そうさ、俺を困らせるほどならすげえ実力と言ってもいい。私はどうなるの？牢屋行き？もしかして奴隷として売り飛ばすつもり？そうすれば報酬はもらえるだろうな。傭兵団の財政にも一役買うだろう。だがもっといい方法があるぞ。それはお前が俺たちの傭兵団に入ることだ。お前はちゃんと働けるようになるし、俺たちは腕のいい旧兵を得ることになる。一本の矢で二匹のウサギを捕まえるということさ。どうだ？本当？私はいいよ。団長様、あの子は罪を犯しているので、すぐに雇うとなるといろいろな問題が。エリーン、ダメか？あ、いえ、よく考えてみたら大丈夫だと思います。ロクサンナさんに話してみましょう。あの方なら何とかしてくれるかもしれません。さすがエリーンだ、信じていたよ。団長様のためなら。本当にそれでいいのか？団長様のご判断なら私も賛成です。お兄ちゃん、お姉ちゃんたち、よろしくね。そう、これがあなたの選択なのね。合格よ。あなたたちが可能性を秘めた傭兵団ということは認めるわ。大丈夫なんですか？商人の方々に今までに盗まれた商品の代金を弁償しないと。そんな必要はないわ。実際に盗まれたものは一つもないのだから。盗んだものはいつも返してたんだよ。さっきのカツラもおじさんのそばに戻しておいたよ。
いつの間に。よかった。だがこれからはそんないたずらはやめるんだぞ。そうなっちゃうと腕がなまっちゃうよ。心配はいらない。実力を発揮する機会はきっとあるはずだ。同感よ。ちょうどあなたたちに話したいこともあったしね。最近商店街で一人の傭兵がいろいろと手伝ってくれているみたい。魔物を捕まえたり仕事を手伝ってくれたりしてね。だけど最近は。ごめんなさい。これは知らない方がいいかもしれないわね。確かなのはその傭兵が仲間を探しているってことよ。もしかするとあなたたちの役に立つかもしれないわ。なんだそれ。もうちょっと詳しい情報はないのか。例えばその傭兵の人相とかよ。私の情報はとても貴重なの。これでも十分すぎるサービスなのよ。仲間を探している強い傭兵がいるということはいい知らせだかな。情報が足りなさすぎます。それよりもロクサンナが隠したメモが気になる。なぜ内容を話すのをためらったんだろうか。メモの内容が気になるの？私が手に入れてこようか。泥棒はダメだってさっき団長様が話したばかりですよ。いや、あえてメモを見せびらかしたのも実はロクサンナが試しているのかもしれない。頼む、理事。心配いらないよ。絶対バレないようにするから。